通学路の隅っこで体育座りしながら女子高生を見ていたら、人探しを手伝ってくださいお願いしますとニヤニヤした顔で女子高生に声をかけている、全裸に靴下だけ履いている間抜けな格好の男を発見。あんな情けないやつもいるんだなと思い、その男を見ていると、その男が俺に近づいてきて、やっと見つけた、僕は未来から来た君だよという悲しい真実に歌う衝撃うわ衝撃